2015年10月1日、台湾の東森新聞部門エッドデーによると、フランスの企業カレン社が、人の匂いや体臭を再現する技術を開発し、記憶とともに、匂いも永遠のものにする思い出の香水を製品化した。同社の創設者であるカティア・アパラテギさんは、夫を亡くした母が、夫の使っていた枕の匂いを嗅いで思い出に浸っているのを見て、この香水の開発を思い立ったという。協力した科学者は、衣服から取り出した匂いを4日間かけて香水に作り上げた。個人の持つ独特な香りを再現したと話し、カティアさんは、香りと記憶の間には強い結びつきがある。写真や映像と組み合わせることで、亡くなった人を懐かしむことの手助けになるはずとする。この香水の価格は560ユーロで、フランスだけでなく、米国や英国、カナダ、ブラジルなどからも発注があるという。亡くなった人を思い出すのに使うほか、子供が生まれた時の記念にしたり、遠く離れた場所で暮らす家族に送ったりするにもいいと、記事は伝えている。